今回アトーン社のモデル愛を韓国までお持ちいただいて本当ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。今回このモデル愛に対してちょっと説明いただきたいと思うんですけれども、お願いします。弊社は、他のいろいろパワーアシストスーツというものを作っている会社でして、そのうちの腰の負担を軽減するアシストスーツ、それの今がモデル A という製品をシリーズを作ってるんですけど、それの新しいバージョン、モデル Y というものを今お持ちさせていただいてます。で、特徴としてはモーターが2つついてあって、そこからセンサーで自分の状態がどのぐらいかがんでるかっていうのを判断して、腰の負担を軽減させるという装置になっております。で、原理としましては、ここの上のストラップとアームバーを後ろに引くことによって曲がってる体を起こすと、そういった動作原理になっております。で、今モデル A からの改善点としましては、まず重さが半分になった1つの点、今のモデルが 7.4kg で、こちらが 4.4kg になります。約半分になりました。で、もう1つは、形状をまず変えることによって、長く着ていてても蒸れない、熱くならないという設計になっております。前のモデルではやっぱり熱くなるとかそういうクレームがあったんですか？そうですね、クレームというか、やっぱりこの言われてたのは重い、熱い、高い、この3つの点をお客様からいつも言われてまして、そのうちの、この3つの問題点を解決するということによって、もうちょっと世の中にこの危機が広まればなっていうふうな思いで作ってます。あと他の、重い、熱い、高い以外のところの改善ポイントとかもありますでしょうか？あとは、一つはですね、前のモデルっていうのは、パワーはあったんですけど、自分が動いてないのにこの機器だけが動くと、急に後ろに引っ張られると、そういったのでちょっとギクシャクしてしまうっていう思いがあったんですけど、そういうのを改善して、もうアシストがスムーズに、この機器自体が体に本当に密着してフォローしてくれるような動きになるように、ソフトウェアを改善しております。せっかく韓国のにいらっしゃったんで、韓国のマーケットに対しての、どのようにお役立ちたいとか、そういうのがありましたら、ちょっと、そうですね。説明いただきたいです。韓国も日本の社会と同じで、今少子高齢化といいますか、お年寄りが多くなって子供が少なくなって、で、そういうきつい現場で働かないとか、そういうふうになってるので、そういう技術のあるお年寄りがこれをつけることによって、またその技術を生かしてもらえるように、あとその若者たちがそのきつい現場でもこれをつけることによって、そんなに辛くなく楽しく労働できるようにっていうふうに思ってます。その市場への参入のための、必要なところとかがありますでしょうか？必要な点としましては、まずやっぱり軽さですね。そういう介護のところっていうのは、女性の労働者が多いということで、見た目もこの丸くなって、可愛くなったっていうふうには思ってるんですけど、機軽く材て、もそうですね。そうですね、あとはそういうのを変えられるようにして、少しでもこうつける方も介護される方も圧迫感のないような、そういうような形になればいいなと思っております。それでは各部分の機能ボタンについてご説明お願いします。で、一応今こことここに2つボタンのコントロールユニットがあるんですけど、こちらがアシスト、向こうがブレーキというコントロールになりまして、こちらのアシストボタン、これがプラス、これを押していくと4段階でパワーの調整ができます。で、このアシストというのは物を持ち上げる時の動作のアシスト力を示しております。で、こちらのボタンですけど、こちらのボタンはブレーキといいまして、物を上から下に下ろす時にトルクを逆にかけてゆっくりと下ろすような、そういう動作を助ける力の調節ボタンになります。で、今はこちらは
3つバッテリーゲージになってまして、フルですと緑が満タンで 70% になるとオレンジ色になって、 30% 以下になると赤色になると、そういったことですね。で、あともう一つこのスピードボタンっていうのがありまして、このスピードボタンっていうのはこの機器がどのぐらいの反応速度で体についてくるかと、作業によってはすごく速い作業をこうスッスッスッスと動かないといけないんですけど、重たいものをゆっくり持つものに対してはゆっくりとこう上げていく、それを反応速度によってご自身で調整できると、そういったボタンになります。されてるんでしょうかね。バッテリーはここの後ろにございまして、これを外すと、そういうことに、でここがリチウムイオンバッテリーになりまして、これをこうやって取ると、でまあ別の充電器で充電していただくと、でまあ充電時間は0の状態から100までで約1時間で、その間にこれをつけていただいて、でこうすると4時間また使っていただけると、はい、このスイッチはどの、はい、このスイッチは一応メインボタンになりまして、これを押して先ほどのスタートボタンを押すと機器が動くと、はい、今、うん、このピーとする音はどういう音なんでしょうか。これは、一応危険を防止するためにここがメインのスイッチで、2個目のものがこれで押すことによって再生になるといって、いきなりこの機器が始動することがないように2段階のボタンをスイッチを押すことになっております。安全性を確認、はい、確保するためのボタンですよね。そうです、はい、これはバックパック、ショルダーバッグのように背負ってですね、でまず腰のベルトを自分の腰の位置に合わせて止めていただきます。でその後足のハーネスというんですけど、長さを決めてここで調節して閉じていただく。で同じ側にように右側も閉じていただきます。それで最後に体にこの機械を密着させるようにこの紐ベルトを使って締めると、で体に密着させればここから初めて電源を入れていきます。今最初の状態で電源がアシスト力が 100% のところを50% のところから始まります。で、まあ男性の場合ですと基本的にはもうパワーをマックスにしていただいて、ブレーキのボタンをまあ2ぐらいですね、このぐらいに設定していただく。しゃがんでここから立ち上がると、で今のように反応速度が速い場合はこのスピードボタンで自分の好みの、今これがマックスのスピードの速さです。で私にはちょっと速いのでこれでブレーキを入れる。でこの状態でゆっくりしゃがんで上がると、こう持ちましてこう持つ、で1回ずつは、まあもともと体の大きな男性だったりすると1回ずつの軽減アシストされてるっていう力はすごく少なく感じるかもしれないんですけど、まあいろんなお仕事で作業現場でこれを100回200回っていうふうに繰り返されると、まあ1日経った後にこの腰が今日はしんどくなかったなだとか、翌日になって疲労が残らなかったりっていうふうなお声をいっぱいいただいております。荷物をこう持ち上げると、持ち上げるのはいいんですけど、腰痛を発生するときっていうのは物を下ろす、この重たいものを下に下ろすとき、このときに
最後疲れてきたりすると重たいものをこうガシャーンと下ろしたり手前にこう適当に置いたりしてその時に腰をまあ痛めてしまうということが多いんですけど、まあ私どもはここにブレーキモードというのがございまして、これをつけることによってモーターを逆回転させてですね、重たい荷物を持ってるのをゆっくり下ろす、こういう動作、この状態でこの機器が上に引っ張ってくれているので私の体がこうゆっくり下ろせると。これがない場合はこう下りますけど、これを持ってるとゆっくり下ろせると。このモデル Y は腰をアシストしてもらっているんですけれども、はい、今度腕をアシストする機械の開発予定とかありますでしょうか？この現行のモデル、これの前のモデルっていうのはその腕を保持する、腕をアシストするっていうモデルがあったんですけど、これについても今検討はしています。ただおそらくもう2年とか3年とか後になるとは思いますけど、そこまでは一応考えてはいます。